高平小五郎高平小五郎大正15年11月28日は、日本の武士、官僚、外交官、男爵、貴族院議員等を務めた、現在の岩手県一ノ関市の生まれ、道の区国一ノ関藩の藩士、田崎光鉄の三男であったが、同藩士、高平新道の養子となった。1868年の母親戦争には奥植えず、 列藩同盟側として従軍した。1870年更新生として大学南校に入学し、1873年には同校を卒業して公務省に出資した。1876年以降は外務省に出資し、1879年在米国公使館在勤。1885年半寸公使館在勤。 1887年上海領事。1891年、ニューヨーク総領事。1892年から1894年、オランダ県デンマーク弁理講師。1894年から1895年、中イタリア特命全権講師。1895年から1899年、オーストリア県スイス講師などを歴任した。1899年外務次官。 1900年から1906年中米講使、1904年より始まった日露戦争当時は中米講使として活躍した。この戦争で終始優勢を保っていた日本は、これ以上の戦争継続が国力的に限界であったことから、当時イギリス・フランス両国に肩を並べるまでに成長し、従来の孤立主義から脱却して国際的権威を高めようとしていた。 アメリカ合衆国に対し、日本海海戦戦勝後の1905年6月、中立の遊戯的圧戦を申し入れた。圧戦以来は、高平小五郎中米公使によるもので、これにより和平交渉の動きが加速化した。高平は、同年8月から軍港ポーツマスで開催された日露講和会議に、外務大臣、小村寿太郎と共に、全権委員として出席し、 9月5日のポーツマス条約の締結に尽力した。1907年11月4日、講和成立の功績により、断尺を除釈し、1906年から翌1907年には、直線されて、貴族院議員を務めた。1908年中米大使となり、11月末には、極東、太平洋地域での領土認識の確認や貿易、産業の安定を図るため、 アメリカの国務長官、エリフルートと交渉し、高平、ルート協定を結んだ。これにより、アメリカによるハワイ王国併合とフィリピンに対する管理権を日本が満州における日本の地位をアメリカがそれぞれ相互に承認することとなった。また、成分化されなかったが、アメリカは日本の韓国併合と満州南部の支配を日本はカリフォルニアへのアメリカによる 移民の制限をそれぞれ黙認した。1910年、高平は、伏見の宮さだなる新王に随行して、イギリスに渡った。1912年に退官したが、1917年には、再び貴族院議員に直選され、死去するまで、その職にあった。1926年11月28日、東京、目黒の指定にて死去。多摩霊園にある、 高平小五郎の墓、ありがとうございます。